皆さんお元気ですか？どっこい小一かかじです。だだす。はい、今日はこちら、うわーかわいい、ビヨビヨン、オープンヌ、オープンヌからのズームアップ、ズームアップ、クラウンウェルツノガエルのライムグリーンアルビノムータンですぞ。ちょっとやっぱり前回より大きくなったかな。給餌も順調に進んで3、4回ぐらい食べた。あ、いいですね、こんな感じで。はい、3、4回食べて今日メンテをしようと思いますよ。ということで、まずムータンを出したいね。で、あと、そうです、今日は超閲覧注意動画となってます。やばいですよ、スーパー閲覧注意です。苦手な方はお帰りください。あいつが苦手な方はお帰りください。タイトルでもね、表示してると思いますけど、ゴキブリが出ます。まあ、餌用のゴキブリなんで日本で見かけるのとはちょっと違うんだけど、まあ禁煙種なんで見た目は似たようなもんです。はい、なのでダメな人は帰ってで、興味ある人は見てってちょうだい。うん、今のところ初日合わせて3回練り餌を給餌しました。で、やっぱりね、まだ絶賛成長中なんで、糞あったぞ、糞。これ糞だろう。おお、ほら、ちょっと、ほら、糞ですよ、これ。うんこ様、うんこ様に鹿沼土がまとわりついて処理しやすくなってる。あ、これもそうでしょう。あ、これ違うのか。あ、これ違う、違うやつだね。これほら、粘り気があるんで鹿沼土がくっついてホイッと取れやすくなってる。ほーん、素晴らしいっす。で、これは処分。はい、処分だね。ということで、まずはこのムータンを移動したいというところで、ちょっと初めて移動だよ、初めて手で扱って移動だよ。100均のプラケースにこのムータンを移動したいんですけども、このツノガエルちゃん、ちょっとコツがあって、手で掴むときは前から行くと餌と間違えてバクっていかれます。で、まだまだベイビーちゃんとはいえ、かなり噛む力も強くなってきてるでしょうから、下手するとね、怪我の心配もあるよね。とにかくでも痛いらしいのよ、あのバカーンと挟む力が強いんで。あ、ちょっと反応した。はい、ってことで、お尻から行くといいそうです。ってことで、ちょっとホリホリして、あ、危ない、反応が早いよ。そうなんですよ、前のね、エクリンとかヨモギさんもそうなんだけど、回転速度が速いんだよね。やっぱり後ろに獲物が来てもスルッと回転してパクッと掴めるようになるので、ちょっと先にこの水入れを先にちょっと出して、よいしょ、はい、出して、さあ、あ、いいですね。ちょっとピンセットをおとりにして、ピンセットをおとりにして、あ、噛んできた。手袋の先端に噛みついた今。やっぱり網作戦でいくか、前の通り。あ、おしっこ見えないから、ちょっと他よりこのムータンのこの辺がこう汁っぽいんだけど、映像だと分かんないか。今の衝撃でおしっこをして、ちょっとほら、ちょいしぼんでる。ちょっと待って、これムータンに鹿沼さんが、うわ、あ、植えてる、植えてるぞ、これは植えてるぞ。ちょっとこれダメです、手だとダメです、危ない。かかじチャンネル。はい、ということで、こちらジャンと、はい、セリアさんで買ってきた網のショートミニで、
捕獲しようと思います。ダメだ、今日今めっちゃ飢えてるぞ。飢えてるんでこんな感じで挟み込み量です。あ、噛みついたぞ。はい、これだと安全に捕獲できます。かわいいね。網の中に収まる。ムタカ、危ない危ない、めっちゃ飢えてる、やばいやばい。どうもですぞ、猛獣だ、この子は猛獣だ。ちょっとこのまんま入っててもらおうか、この状態で。よし、脱走しそうならちょっと後で考えよう、その都度考えよう。よし、こんな感じで観賞魚用の網を2つね用意しとくと、ああやって挟み込んで捕獲できるんで安全にできるよ。さあ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 、まずはこれをね、洗いたいのよね。はい、ペットボトルの水でまあ洗ってまあこんな感じでいいか。あ、いいねいいねいいね。はいはい、こんな感じで、はい、綺麗になった。よし、そしたら次はこのカヌマをざっと洗って、カヌマ土におしっこ様やうんこ様が入ってるんで、これを、はい、ペール缶のバケツに汚水を流す感じだね。これちょっと油水ですすいでザザーザザーってザザーザザーって、よしよしよ。そうか、じゃあこのプラ系、こっちの100均プラ系の中で食べてもらおうか。よいしょ、いいね。これでこうお水を流す、ざっと。はい、で赤玉土と比べて鹿沼の方が比重がね軽いんだよね。軽いから鹿沼を大量にザザって流しちゃわないように注意だね、このお水を流していくとき。2回目、はい、いいですねいいですね、いい感じですよ。はい、流してます。よし、はい、でもちょー、3回ぐらいすすけばだいぶ濃度も下がって安全なのではなかろうかと。よし、いいよ、こんな感じですすいですすいで、よしよし、流します。よし、はい、こんな感じで、はい、ああいう洗い方だったらね、硬質の鹿沼土ちゃんだと粒もまだ全然 OK な感じでキープしてるね。したらちょっとだけ水を入れて湿らせて、そこに水がこうちょっと溜まる感じで、よし、で水場のところをちょっと低くして OK で、こうかにゃ、そうだにゃ、ちょっとはい、ですね、はい、こうにゃにゃ感じで良いのでは。オッケーオッケーオッケー、完了。これに水場の水を入れて、よし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 、はい、水を入れてオッケーです。な、水はだいたいね、なんか汚れてそうならすぐ変えるし、2日に1遍ぐらいのペースかな、変えてます。おい、よし、さあやりますか。ここからちょっととりあえず、セッティングを変えます。よし、セッティングチェンジ。カカジーチャンネル。さあここからが本当の閲覧注意となります。今この上に植えているムータンのこのミニプラケの中にレッドローチというエサゴキブリちゃん、生きたものですよ、投入していきます。果たして食べるのか、ちょっとね初めてなのよね。でピンセットから与えずに落としていきます。落としてて食べるのかな。でも今動くものにめちゃめちゃ反応してたんで、おそらく
食べるでしょう。何匹まで食べるのか行ってみたいと思います。閲覧注意、ゴキブリ出ますよ。せーの、ドン。1匹目、まず1匹目。さあ、レッドローチが投入されて、ムータンが背を向けてるんで気がつかない。さあ近づいてっちゃったぞ。あれ、登ってる登ってるノーリアクション。あ、気がついた。ムータン反応あり。気がついたよ。どうだ。あ、止まった。両者睨み合い、睨み合ってないけど睨み合い。ちょっとここで時短のためにちょっと動かそうと思います。目の前行った。ちょうど食べない。あれ、反応しない。意外と、あれ、もしかしてピンセットに根付いちゃったパターン。あれ、無反応ですぞ。ムータン無反応。まさかの登っているまさかの超閲覧注意な感じで登ってる。あれ、飢えてたんじゃないの。こういうなんかフリーで動いているものに関しては食べ物だって認識がないのか。いや、本当に無反応ですね。なんとなんとムータン、まさかの無反応。あれだけ手とか何でもかんでも網とかに反応してたんで、サクッと食べるかと思ったんだけど、この辺がアルビノで目があまり良くない影響なのか、下側とか、これで行くだろう。行かねえか。まさかの食べない、まさかの食べないがありましたよ。あ、ちょっとレッドローチさん、下にこう落ちてる水分を今吸って水分補給してますね。なんとまさかの、まさかの展開ということで、ここからはピンセットで、よっ、あ、早い、よっ、はい、ピンセットで与えたいと思います。せーの、反応するのか、ドン。あれダメ、ちょっとなんか違うモード入っちゃった。あー、はい、食べた。はい、これなら食べる。 OK、 食べた。超閲覧中、あ、メキって言った。すげえ、メキって言いましたよ。お、結構美味しそうに食べるね。やっぱり美味しいのかな。なんか餌昆虫って人が食べても美味しいって聞くんですけどあのブレンドフードは美味しくなかったよ、カカジ。おお足が一本まだ出てる。ゴキュンしてるね、ゴキュンしてるね。まだあるよ。この辺はコオロギよりも、コオロギってね結構牙が強めなので、コオロギよりもゴキブリちゃんの、ゴキちゃんの方が気になってるね、足気になってるね。ゴキちゃんの方がそういうあの牙とかないんで安心して与えられるっていうね。ちょっと柔らかめなんで、ゴキュッ、あ、いいっすね。このカエルちゃんがゴキュって飲む時ってお腹へこむんだよね。お、これで今飲み込んだ。なんか今の1匹で十分そうな感じだね。いやー、ちょっとね今考えてたのとしては、1匹投入して歩いてるのをパクって食べるようなら、どんどん投入してって食べてもらおうと思ったんだけど、どうやらやはり目が良くないのか、大きいものにむしろ反応する感じ。お、ゴキュッて、お、お腹のへっこみもなくなって丸々としたね。2匹目いくかな、どうかな、食べるかな。だいたいね、ほら、いつも練り栄養を与えて程よい大きさ一粒与えて終わりやん。ということで2匹目参ります。食べるか。
カカジーチャンネル。食べるか。おお、今度は自ら迎えに来ましたぞ。あ、逃がした、逃がした、ムータに逃がした。来た、野生に目覚めた。ムータ野生に目覚めたぞ。この動きは捉えられないのか。よし、あ、いった、サポートが功を奏して食べられましたぞ。よし、ちょっとこの上から捉えようか。よいしょ、はい、プラケ越しじゃなく上からムータンの勇姿を。口の右端からゴッキーちゃんの顔が出てた。ナムムータンの血と肉となってください、お願いします。よし、あ、ちょっと待って、なんかまだ行きそうな感じがあるね。おお、今飲み込んでる最中だね。お腹がへこんでる。これ送り込んでる最中ですね。でまたさっきみたいにぷっくりとまん丸な感じになったらまた食べられる状態かな。今多分解き放っても反応しないと思うわ。なかなかこうおもろい結果となってますな。とりあえずレッドローチさんをキープしているプラケから10匹ほどね、より分けてこっちに持ってきてるんだけども、2匹目を終えて今飲み込んでるね。まだ完全に送り込みきってない感じだね。あともう一回ゴキュッてやると、あ、ちょっと今気がついちゃった。万華鏡みたいにムータンの姿がプラケの壁面に反射してちょっと可愛い感じになってる。こんな感じで可愛い。あ、やった、あ、やった、あ、来た。派手な呼吸をやりましたね。あれ、戻らない、もう一回かな。さあラスト呼吸は、あ、来た、ラスト呼吸かなこれ。あれ、まだか。2匹目だから胃袋に収めるのにちょっと、お、飛んだ。回数かかるのかな。まだ送り込み来てないよねこれね。でもなんかちょっと反応してるな。あれ、もう次行ける感じ。なんか移動したがってる。ちょっと変わりましたね、変わりましたよ。ってことで今度上からででん。さあちょっとアングルしっかり作っていこうか。さあほぼ真上からのアングルとなりました。この真上からのアングルで3匹目参りたいと思いますよ。君に決めた、参ります。閲覧注意、投入ボテ、あ、ひっくり返っちゃった。あれ、サムータンは発見できるのか。ちょっと、お、お、出会えるように誘導。あれ、レッドローチちゃんがちょっと余裕ぶっこいちゃってる。あれ、お、お、お、あ、今ムータンが反応した。あれ、反応したけどスルーパターン。あー、下やで。ムータン真ん前なんだけど、ちょっと下気味だから見えてない。さあ前足に触れるぞこれ。下を、あ、前足に触れた。あ、またスルーパターンだ。あ、あ、あ、あの足だけ噛んだ。ムータン3匹目はちょっとどんくさくなっている。さあ頑張れ、命の糧だ。レトローチちゃんもごめんな、命をいただかせていただきマンモス。これが自然の摂理だ。ちょっと人工的だけど、あ、呼吸ってまだやってた、まだ飲み込みきてなかった。それで反応が鈍かったのかにゃ。あ、
これで飲み込み切ったっぽいね。お腹が右側が胃袋だね。今メートル側が胃袋で、そっちがぼっこりしてんだけど、反対側がちょっとへこみ気味というね。確かに前の時もアマゾンツノガエルのヨモギさんかなんかに、あ、ほらお腹動いてる。金魚とか食べてもらった時に右側だけ膨らんだんだよね。だから胃袋は右にありそうな。さあ動きがないぞ。ちょっと人為的に。さあ、お、激しく動いてる。蹴った。嘘やん。蹴ったやん。食べずに蹴りました。ムータン蹴った。ごちそうさまかな。2匹でちょうどな感じ。あ、いい感じで でっぷりしてるね。あ、整ったね、お腹もね。さあ、ということで自分から捉えに行く。あ、ちょっと反応した。お、両者が計らずもじわじわ近づいてきてる。お腹痛かった、蹴った。さっきでも足食べたんだよね、パクってね。あれ違ったっけ。あれ、いや早すぎる。ちょっとレッドローチは足が速すぎるってことで、あ、ちょっとダメだ。あ、体を下に入り込んだ。よしさあラスト食べるか。あれ、食べない。あ、食べない。あー、目閉じちゃった。足を嫌がった。あ、嫌がった。あ、2匹で打ち止めですかね、これ。ムータン打ち止めですね、これね。あ、ちょ何抱きかかえてる感じになってるの。ちょっと待って。よっ。はい、一旦ローチさんには出てっていただいて、よし、じゃあケージに戻ってもらえますか。カカジーチャンネル。はい、網で追い込み漁でいきますよ。あ、やっぱほら、さっき網とかにがっつり噛みつきに来てたけど、今度全然だるい感じ。いいね、やっぱり網はいいね。安全かつ楽に、しかもムータンの体も傷つけず放流の儀取り行います。自分からうまく出てってくれた。ありがとう、ありがとう、ムータン、ありがとう。こんな感じで、はい、元の場所に戻ってきましたよ、ムータン。もう全然ほらでっぷりだね。とりあえず今の大きさはレッドローチさんを2匹って感じだね。なのでレッドローチさんの時とネリエさんの時で、まあ栄養が偏らないようにって感じで与えてみようかな。もともとレッドローチさんはタランチュラのメタリカ様のご飯用に導入しました。ちょっとね、ジャイミルちゃん食べなくなっちゃったんだよね、なぜか。なので反応の良さそうなゴッキーちゃんに切り替えたら、まあ食べるってところで、そちらのね、給餌の模様もうまく撮影できたらお届けしたいなとは思うんですけども、乞うご期待。はい、ということでちょっとカカジーの顔出ししないでこのまんまお別れしようか。ムータンのちょうど可愛い感じのね、可愛い感じのこうアングルでなんか落ち着いてるんで、はい、ということで今回はクラウンウェルツノガエル、ライムグリーンアルビノのムータンのケージ清掃と閲覧注意レッドローチの給餌風景をお届けしました。はい、シーク運動極めましょうね。そう、カカジーはムータンだって。シーク運動、うん、ズス、さよなら、お元気で。
ムータンこれ飛びついてきたりして、ムータンバクってきたりして、あちょっと待って反応してね、怖い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 、え反応してる、ちょっと待って反応してる、こっちは大丈夫か、はい大丈夫でした、おーい、また明日か、明日は早いな、明後日ぐらいにまた給仕したいと思います。ムータン、ムータンを撫でてる感じ、これ実はかなり上にあるんでかなり距離あります撫でてる感じで終わろう、かわいいかわいい、ムータンかわいい、かわいいムータン、スリ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 、あーいスリスリスリ、あーいい子ね、いい子ね カメラマジック、ムータンお疲れ。チャンネル登録はここ、関連動画はここ、再生リストはここです。よろしくです。